ただいまより政策リテラシー育成セミナーを開催させていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます公益社団法人日本青年会議所政治参画教育委員会副委員長の加納秀則と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速プログラムに先立ちまして当委員会の委員長である岡村徳久より皆様にご挨拶をさせていただきます。岡村委員長よろしくお願いいたします。はい。本日はサマーコンファレンス2017政策リテラシー育成セミナーに全国より若者をはじめ多くの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は公益社団法人日本青年会議所政治参画教育委員会委員長を務めております岡村徳久と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、現代の若者は抱く政治に対してのイメージはいかがなものかお分かりになりますでしょうか。私は全国を回り多くの若者から政治に対するイメージを聞いて正直驚きを隠せませんでした。若者から出てくる答えとして政治はお金に汚く、また汚職ですとか、また不正、そういったネガティブで腐食的なイメージばかりでした。だから選挙にも行かないし政治にも興味がない、そんな声が多く出てまいりました。一方で30代40代の世代の意見はいかがでしょうか。政治参画教育という言葉も聞いたこともある人が何人いるでしょうか。学校教育では政治や政治教育というものが一種のタブーとなってきたのではないでしょうか。それにより各選挙結果を見ると我々責任世代となる30代40代世代の投票率が一番低い水準にあることは言うまでもありません。こうした背景を見るとメディアによる一方的な情報発信で情報発信が原因であることは言うまでもありませんが、私ども政治参画教育を受けてない世代がこういったことが大きな原因であると考えております。政治への知識も経験もないわけですから当然いいイメージを持つこともできませんし、選挙に行こうなんていうことも考える人が少なくなってくるのは当たり前じゃないでしょうか。そこで日本青年会議所では本年青木会頭が掲げる真っ当な主権者意識の確立を目指し様々な運動を展開してまいりました。まず一つ目に未来期と題して全国の小中学生に対し政治参画教育を実施してきました。その政治参画教育は選挙だけが政治ではないということを前提として日頃から通っている学校の課題を題材とし問題提起から解決の方法に関してみんなで話し合うこと、これを大事に捉えております。最終的には多くの意見を聞きその中から自らの判断をし投票するという体験をしていただいております。このような政治参画教育を全国で現在20カ所約2500名の小中高生に実施をしております。二つ目に若者のリテラシー力向上プログラムを実施いたしました。このプログラムは地域分析システムリーサスなどのエビデンスから地域の政治課題を抽出しその課題解決に向けてみんなで話し合いグループごとに政策を取りまとめていく、この過程の中で政策リテラシー力醸成を
することを目的としております。このプログラムはこれまでに全国で18カ所約2000名の方々に対して実施をしてまいりました。また今日は全国から多くの学生団体代表を含めて大学生の方にお越しいただいてますけれども、京都見える課三輪さん、また名古屋若者会議中江さんも一緒に取り組みをさせていただきましたよね。ではお二人に経験からご質問をさせていただきます。まず三輪さんに対して、よろしいですか。リーサスなどエビデンスを使って自分の街を読み解いた結果、自分の街がどのような状態になっているか、これが勉強になりましたか。はい、そうですね。はい、僕たちがですか。そう。はい、そうですね。その情報っていうデータっていう視点から、教育をすることで、だから今まではただ今自分が持っている情報をもとに話し合う授業っていうのを進めてきたんですけど、リーサスっていうしっかりとした情報をもとに議論したりとか、話し合いを深めることによって、すごい今までになかった視点とか情報を得て、よりいい考えにたどり着けたかなと思います。ありがとうございます。はい、今おっしゃった通り、思い込みではなく数字的根拠、いわゆるエビデンスに基づいて、自分の街が今どのような状態になっているのか、これをしっかり正確な情報として捉えて、その後に判断をしていく、このプロセスが大事ですよね。はい、ありがとうございます。続きまして中井さんにご質問です。さまざまな政策、これを多くの政策を聞いてこのプログラム実施いたしましたけれども、そのさまざまな政策を聞いて自分の考えをどこの政策が一番近いのか、これを判断していた結果、自分自身のこの意識がどのように変わりましたでしょうか。やっぱり自分としても知らないことって多くて、それを知るためにいろんな人の話を聞いたり政策を見たりっていうことをしていかないといけないなっていうのを感じたんですけれども、その中で自分に一番近いもの何かなって考えた時に、いろんなデータとかリーサスももちろんなんですけど、違うものも組み合わせながらっていうところで、なんかどっちの方がいいんだろうなって思う時もあったんですけれども、そういうところで自分の意見っていうのをしっかり選ぶことができたなっていうのはありました。ありがとうございます。エビデンス、自分のエビデンスデータに基づいて、その根拠に基づいた決断、このプロセスが多分そのプログラムの中では、特に名古屋で何回かやらせていただいてますから、学んでいただいたんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。また我々の政策として3つ目、ネット討論会の実施を行いました。これまで約30年間にわたり全国の選挙地で公開討論会の実施を私ども青年会議所では行ってまいりました。しかし時代とともに動員力の低下や参加者の高齢化など、さまざまな問題が浮上してまいりました。さらにはご来場いただいた皆様が、例えば200名の動員であれば200名の方々だけその政策や意識を聞くことしかできなかった。しかしこれは200名からまたさらに広げていかなきゃいけない、そのような取り組みじゃないかなというふうに、思います。多くの公開討論会の目的、これに関しては投票率の向上と答える、団体が多くあると思います。しかし私たちはまず投票行動につなげる、その前に政治や選挙へ興味を持ってもらうことから、その興味がさらに広がり、最終的には投票率向上につながっていくものと考えます。そこでこれまで行ってきた公開討論会をライブ配信をし、多くの方々にその政策やその意識を広げる取り組みを行ってまいりました。またそれを皮切りに全国の市長選では初となる、市長選挙の、千葉市長選挙におけるネット討論会の開催を行いました。結果としましては開催日当日、多くの新聞社やメディアが取り上げてくれたこともあり、当日においては1万人の視聴者を獲得することができ、また投票日当日までの数日間で合計2万人以上の視聴者を
まで獲得することができました。まあ、これに関しては我々として絶大な効果があったんじゃないかなというふうに思っております。それぞれの取り組みにより政治と若者の距離を縮め、そのような運動を展開してまいりました。本日までの成果をもとに、さらに本日会場にいる皆様のお力をお借りし、国を支える主権者意識の確立に向けて私たちは取り組んでまいります。それではさらに全国に政治参画意識が広まるよう、本日は高松奈々様をお呼びし、政策リテラシー育成セミナーを始めさせていただきます。本日は楽しんでいってください。ありがとうございました。岡村委員長、ありがとうございました。それでは先ほどからご案内させていただいてますクリカの説明について簡単にさせていただきたいと思います。こちらのクリカはプログラムの後半で皆様にアンケートに参加いただくために使用するアプリケーションとなりますので、ご準備の方よろしくお願いします。入り口でお渡しさせていただきました紙資料にあります QR コードをスマートフォンもしくはタブレットで読み取っていただきまして、ご覧のようなログインのページが出てきます。このログインページのログインのボタンをクリックしていただくと、ディスカッションルームというルームが出てきますので、こちらのディスカッションルームをクリックしてください。そうしますとご覧のような質問画面が出てきますので、もうすでに、多くの方に回答していただいてますけれども、ぜひこのサイトに接続された方は質問に答えていただければと思います。またすでにクリカの設定をされている方は、その下にありますアンケートサイトがありますので、そちらの方をスマートフォンで読み取っていただきまして、事前に回答できる質問もありますので、アンケートに回答いただければと思います。もし接続の仕方がわからない場合は、周りに、スタッフが立っておりますのでご質問いただければと思います。もし、使用の仕方がわからない場合は、周りのスタッフにお声掛けいただければと思います。ぜひ、挙手をしていただければと思います。それでは、ある程度の方が、接続していただいてきていると思いますので、次の方に進めさせていただきたいと思います。もし、引き続き不明な点がありましたら周りのスタッフにお聞きください。さあ、それでは早速講師の高松奈々さんをお呼びしましょう。高松奈々さんはフェリス女学院在学中に芸人としてデビューし、お嬢様芸人としてテレビ舞台で活躍する傍ら、お笑いジャーナリストとして政治社会問題を発信しています。18歳以上への選挙権付与を契機に、若者と政治の距離を縮めるため株式会社松下村塾というものを設立し、主権者教育の普及啓発を行っています。それでは高松奈々さん、よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。はい、高松奈々でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、笑える政治教育ショーということを、やらせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。すいません、マイクってもう一本ございますかね。はい、すいません。本日はですね、お手伝いをしていただきます。はい、はい、森枝さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もともと、もともとお笑い芸人をやってまして、はい、今は構成作家をさせていただいております。元やって、はい、はい、今日はよろしくお手伝い。漫才とかでも決勝行かれたりとか。あ、そうなんです、はい、一応ね、はい、見たぞなんていうのが出ますから、ね、
一人もあっていましたゼロ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします、はい、ちなみに私のことを知ってるって方どのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ね、なんかテレビとかで見ていただいたんですかね。いや、そうじゃないですか、はい、エンタの神様で見たって方どのくらいいらっしゃいます？やっぱりエンタたくさん見た、ありがとうございます。あの行列のできる法律相談所で見たよって方いらっしゃいますかね？ありがとうございます。爆笑レッドカーペットで見たって方いらっしゃいますかね？ありがとうございます。一番多いですかね。私あのレッドカーペット出たことないんですけども、あげたことは何だって引っかかりましたね。結構ね。結構上がってましたね。行列は本当に2回出たんですか？行列より多かったですね。僕はレッドカーペット出たことあったんですけどね。そうなんですか。一人しかいなかったですか？そうですね。はい、よろしくお願いします。本日はですね、あのせっかくなので、楽しんでいただきたい、楽しくね、はい、と思います。先ほどもご紹介していただきました、私あのフェリス女学院という超お嬢様学校にですね、通っております。これよくネタじゃないかって言われるんですけども、本当にね、はい、本当のお嬢様でして、私の曽祖父はすごい人なんでしょう。だって東京ガスの社長を、はい、務めております。すごいですよ。なので、皆さん今日笑わなかったら、ガス止めますので、最後にね、お楽しみいただければ。本当は止めませんよ。ね、安定してください、俺。ちょっとつかないですね、ごめんなさい。はい、ごめんなさい、ちょっとつくかなと思ってずっと待ってたんですけども。なぜですか、パソコンが、はい。パソコンがずっとつかないですね。はい。はい。どうしてですかね。まあ、そういうこともありますね。はい、そういうこともあります。バタバタしてましたからね。はい。これがつかないと始まらない。はい。なんでつかないんだろう。はい、さあどうでしょうか。はい、つけますかね。あ、来ました。お、来ましたね。はい、はい、ということで最後までね、お楽しみいただければと思います。そうですね、楽しみ、はい、ちなみに今日学生さんってどのくらいいらっしゃるんですか？学生の方、はい、あ、結構、あ、前の方に、お前の方にかぶついて大人見てますね。高校生ですか、皆さん。高校生の方、高校生もいるの、はい、大学生の方が、じゃあ、はい、大学生が多い、はい、ありがとうございます。じゃあもう皆さん18歳ぐらいの方が、18歳以上の方が多いんですよね。多いでしょうね、はい、18歳がですね、まあ、昨年ですね、全員使えるようになったもの、まあ、これが18歳選挙権なんですけども、出ました、はい、でもこれ急に18歳になって、はい、投票しろって言われても、まあ、なかなかどうしていいか分かんないですよね。ね、そもそもなんで選挙をやるのかって皆さん考えたことありますかね。それは、まあ、日本が民主主義の国だからなんですけども、じゃあ民主主義って何って、これ子供に聞かれたら、なかなか大人の人でも答えられないですよね。そうですね、はい、ということで本日はですね、超簡単に3分で分かる民主主義ということで、はい、民主主義をですね、3分でご説明したいと思います。本当ですか？はい、なので皆さん自分のお子さんに民主主義って何って聞かれたら、ぜひこれを参考に答えていただければと思います。皆さんのご家庭ではどういうふうに物事をちなみに決めていらっしゃいますでしょうか？森田さん、どうやって決めてますか？うちはもう奥さんの奥さんの一存で、私には何の権限もありません。そうなんですね、例えばですね、今家族の中で食料がプリン1個しかないです。冷蔵庫開けたらプリン1個しかない、うん、このプリンを誰が食べるか、どういう決め方があるでしょうか。例えばですね、うん、俺がこのプリンを食べるんだって言って、まあ、殴り合って決める、はい、いや、やります。力によって力、ね、例えば決める、あるいはですね、それは当然お父様が先でしょうっていうような、まあ、掟によって決める、森田さんの家は奥様ですけど、奥様ですね、はい、うちは、はい、あるいはですね、いや、このプリンは誰が食べるべきなのか、うん、みんなで話し合って、いや、これ多数決によって決めようっていう、まあ、数によって決める家、いいですね、はい、まあ、例えばいろんな決め方があると思うんですけども、じゃあ一体社会の物事はどうやって決めているんでしょうか。実はこれですね、うん、家庭の物事の決め方ととてもよく似ています。え、はい、例えば建物をどこに建てるか、どういう決め方があるでしょうか。え、原始時代ですね、俺がこの土地に住むんだという、まあ、力によって決めていました。江戸時代ですね、措置にはこの土地を与えようというような、まあ、掟によって決めていました。
なるほど、はい、なるほど。では今はどうやって決めるか、公園とか公民館とかをどこに作るか、みんなで話し合って多数決によって決めています。つまり数によって決めています、うん、このようにですね、力によって決めるのを無政府状態、掟によって決めるのを独裁体制、そして、まあ、今の日本は民主主義、数を取っていますね、うん、私今数で決めるというふうに申し上げたんですけども、うん、それって常にいいことなんですかね。いや、いいことなんじゃないんですか、はい、本当に大丈夫なんですかね。みんなの、ね、意見が取り入れられる、はいはい、それってでも少数派の意見って無視されません？まあ致し方ないんですかね、これは、はい、でも実は少数派の意見を無視しているわけではなくてですね、例えば同じ民主主義の国を取っているアメリカでは同性愛者の方を認める法律が通りました。でこれその数だけで言ったら男女のカップルの人の方が多いですよね。じゃあどうして少数派である同性愛者の方を認めるこう法律が通ったのか、うん、実はこれ多数決の前に話し合いがあったからなんですよ。この話し合いこそが民主主義においてとても大事な要素なんです。はい、ですが皆さん1億円で話し合えますかね。いや無理でしょうね、はい、話し合えないですよね。まず集まらないですね。じゃあどうするか、はい、そうですね、集まらないですね。どこに集合していいか分かんないですね。じゃあどうしよう、代表者を選ぼう、これが選挙なんです。だから誰かが適当になんかやってくれるものじゃなくて、この人だったら任せられる、そのくらい信用できる人を選ぶっていうのが、まあ、選挙なんですね。自分のこう意見を託すみたいな。はい、だってだなんかよくわかんない人に決められたくないじゃないですか。嫌ですね。この人だったら任せられるって人を選ぶのが選挙ということで、ここからはですね、具体例を見ていきたいと思います。はい、まあ、世界のいろんな国のリーダーは選挙によって決められてますが、例えばアメリカの場合、長らくですね、まあ、黒人の方が差別されてきたというような歴史が、はい、皆さんご存知だと思いますが、ありますが、一つ前の大統領ですね、アメリカで初の黒人の大統領ということで、はい、オバマさんが選ばれました、まあ、少数派であってもこういうふうにその共感が広がればトップに立てる、まあ、これが民主主義です。でもいつもうまくいくとは限りません。例えばドイツの場合ですね、ヒトラーは何によって選ばれたでしょうか。この間中学校で講演しに行ったらじゃんけんって言われてびっくりした。力で奪ったんじゃないんですか、はい、ヒトラーさん。はい、じゃあどうなんでしょうかね。はい、ヒトラーは今から70年余り前ですね、ドイツの首相だったんですけども、ユダヤ人を絶滅させるというようなことを言ったんですね。こちらですね、アウシュビッツの強制収容所ということで、まあ、ここにですね、まあ、ユダヤ人の方を強制的に労働させて、フェンスあるじゃないですか、はいはいはい、ここから逃げようとしたらこう家族を皆殺しにするっていうような政策を本当に取ってたんですね。家族まで、はい、はい、ちなみに皆さんこれ何か分かりますかね。ちょっと写真見づらいかもしれないんですけども、何ですか、分かりますか皆さん。あります、ちょっと見えづらいかもしれないです。なんか服ですか、なんだ。あ、服でもないんですけども、そうですね、着るものではありますね。はい、あー、これで、あ、これ見えました。森江さん、わかりました。はい、靴ですね。あ、そうですね、うん、はい、ちょっとわかりづらいかもしれない、こういうふうにこれ裏側ですね、裏側いっぱいこう積み重なってるんですけども、はいはいはい、じゃあこれ一体誰の靴だと思いますか。ここでですね、労働できないというふうにすぐに選別された例えば女性の方とか子供とかを、うん、部屋の中にですね閉じ込めて、その部屋に毒ガスを入れて、うん、亡くなってしまった方なんです、方がたくさんいらっしゃるんですけども、うん、まあ、そういう方々の、まあ、靴なんですけども、まあ、なのでドイツはこのことをすごく反省していて、政治の授業とか教育っていうのがすごい熱心に行われてるんですけども、はい、今でもですね、こう行くとたくさん、もう靴もそうですし、これほんの一部に過ぎないんですよ。ほんともっとたくさんあって、他もメガネとかたくさんのものが展示されてるんですけども、というようなことがありました。じゃあこんなひどいヒトラーはどうしてこう首相になったのか。実はですね、これヒトラーはですね、選挙に勝って権力を握ったんですね。だからじゃあみんながヒトラーに投票したということですか。
まあそうですね、まあ、厳密に言うと首相の投票じゃなくてナチ党 の、 あの代表だったっていうことなんですけども、まあだからこれも民主主義ということで、すごい怖いですよね。だから民主主義って私たちの使い方次第で、まあ、とんでもないリーダーを選ぶことがあれば、まあ、少数派の人だってトップに立てるかもしれない。すごい大事ですよね、私たちの使い方次第なんです、うん、じゃあ誰が選ぶのか。これまでは20歳以上だったのが、ね、昨年から18歳以上になりました。そうですよね、はい、まあ、これが18歳選挙権なんですけども、うん、ぜひですね、ここにいる大学生の方とか高校生の方にはこの話し合いにもう今から参加していただきたいなというふうに思いまして、うん、はい、こういう授業をですね全国各地でやらせていただいております。大事なんですね、はい、やっぱりね、はい、ということで、ここからは、まあ、民主主義は何かということを、まあ、3分で分かる民主主義と具体例から見て、こうなんとなく分かっていただけたかなと思うので、まあ、選挙に行かないと損をするのかということについてちょっと考えていきたいと思います、はい、ちなみに今はどうなってるか、個人が国に対して例えば100円のものを買った時いくら払ってますか。え、100円のものか、はいはい、100円でしょ、はい、はい、100円、あ、まあまあその消費税払ってますよね。あ、消費税払ってますね、はいはい、108円でしょ、はい、108円払ってますね。舐めないでくださいってそれぐらいわかりますよね。他の芸人さんと言ったら105円って言われてあ、ちょっと前のやつだったんですね。108円ですね、はい、そういうふうに、まあ、個人が、うん、まあ、消費税とか所得税とか、まあ、いろんなものを、はい、払ってますよね、うん、で一方で私たちは国からもらうっていうこともしていますよね、はいはい、まあ、年金が分かりやすい例ですけども、はい、うん、他も例えば道路とか そういうものに対しても、うん、あと図書館でお金払ったことないですよね。ないですね、図書館で、はい、そういうふうにいろんなサービスを私たちは常に受けている。皆さんが通っている学校とかも補助金によって、はい、私立とかも補助金もらってますので、はい、なんとなくその現金をもらうってことはしないから感じづらいと思うんですけども、うん、国から日々いろんなサービスを私たちは受けています、うん、ということで、じゃあ国に払う額ともらう額、うんうん、どっちが多いのか、これで損得決まりませんか。いや、そうですね、はい、ちょっと気になりますよね。もらう額の方が多くないとちょっと、はい、そうですよね。でこれある大学の先生が、生涯収支っていうんですけども、人が生まれてから死ぬまでの間ですね、うん、国に払う額が多いのかもらう額が多いのかっていうのを計算した人がいます。なるほど、なるほど、はい、で世代間によってちょっと差があったんですけども、うんうん、皆さんと一緒にじゃあいくらぐらいかっていうのを考えていきたいと思います。おお、はい、まずじゃあ60歳以上の人見ていきましょうか。はい、私のおじいちゃんとかおばあちゃんの世代ですけども、は国に払う額が多いか多いか、それかもらう額の方が多いか、どっちだと思いますか。ちょっと皆さんに手を挙げて聞いてみましょうか。どうですか、はい、払う額の方が多いと思う人、はい、はい、お、少ないですね、少数派ですね。いらっしゃいますか。何人かいらっしゃいます、何人かいらっしゃいます、はい、はい、じゃあもらう額の方が多いと思う人、多いと、はい、あ、ありがとうございます、ね、はい、はい、ちなみにいくらぐらいかちょっと聞いてもいいですかね。お、実際聞きます、はい、ちょっといくらぐらい、あれ、もらう人、はい、もらう人、もらう、え、じゃあ一番前の青い人を、はい、もらう額で手挙げ、何万円ぐらいだと思いますか。1年ですか。あ、一緒ですね、人が生まれてから死ぬまでの間ですね。どのくらい国からもらう額の方が、300万ぐらい、はい、ありがとうございます。これは一応全部の公共サービスを割った金額で出してるんですけども、結構300万、はい、じゃ300万より多いぞって人いらっしゃいます、はい、あ、ね、何人かいらっしゃいますね。じゃあそこのボーダー、はい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 、ストライプの方ですね、はい、1000万ぐらい、はい、1000万、1000万来ました、ついに、はい、さあ、他ないか、夢がありますかね、はい、1000万より多いって人いらっしゃいます。さすがにそこらへんそんなにもらえないよね、はい、って感じかな。1000万ぐらいだから、うん、まあ確かに。森田さん、ちなみにいくらぐらいだと思いますか。俺は、いや、200万ぐらいじゃないですか、少ないんじゃないかなと思いますね、はい、実際はですね、うん、60歳以上の人はなんと4000万円になりますっていうふうに言われてます。4000万、超お得な制度じゃないですか。めちゃくちゃもらってんじゃないですか、ね、日本に生まれてよかった
感じだと思います。現金に換算するとそうですね、そのサービスとか全部あったりとかして、直接もらってるお金ではなくて、はい、全部。すごいな、はい。じゃあ20歳未満の人はどうか、私の世代とか、はい、高校生の皆さんとかはどうかっていう、この世代によってこの国ちょっと差があるんですね、ルールが違うからっていうことですか。はい、いろいろあるんですけども、どうですかね、20歳未満の方、じゃあ払う額の方が多いと思う。多いんじゃないか。はい、あ、増えた、さっきより増えましたね。あ、そう、増えましたね。若い人だから払わされると思ってるんですね。はい、じゃあ払う額、じゃあ先に聞きます。払う額が多いぞっていう、はいはい、手を挙げた方があります。急に下がる。あ、ありがとうございます。あ、じゃあちょっと聞きましょう、はい、聞きましょう。ちょっとそこ入ってきますね、はい、すいません。払う額が多いと、いくらぐらいだと思います？2000万くらい。2000万ありがとうございます。おー、今4000万が出たから、なんか急に額が跳ね上がりましたね。回答の額が思いっきり急に、はい、オークションみたいな。おーおーおー、はい、2000万円。2000万円よりじゃあもっと払ってるんじゃないかな。いや、そんな払えます、だってまず、はい、ありがとうございます。はいはい、そんな、はい、じゃあ逆に、もらう額の方が多いと思う。もらう方が多い。はい、もらう方が多い人。はい、もう当てられるから手挙げなくなっちゃいましたよ。半分くらいいるかなと思ったんですけど、ね、はい、じゃあ実際ありがとうございます。勇気を持ってお答えいただきましたが、はい、2000万円ということでしたけども、うん、はい、2000万円より多いって思った人は全然いなかったですけど、実際はですね、マイナス8000万円って言われてるんですよ。え、8000万払うだけ払って。そうです、まあ全部割った金額ですけども、うん、ああ、はい、そうか、8000万円というふうに言われているんですね。だから今の信じられないですよね。若い人は結構昔の人に比べたら。そうです、私のおじいちゃんおばあちゃんの世代と私の世代で1億2000万円も差がある。はい、でこれどうしてかというと、まあ、その少子化が大きな原因で、まあ、一人の若者がたくさんの高齢者の方を支えなきゃいけないという、まあ、これ本当は一人で3人ぐらいなんでちょっと持っちゃったんですけど、相当支えてますよこれ。本当は若者、この人数若者3人ぐらいで支えてるんですね。はい、ということでそれがまあ大きな負担になってるんですけども、なんかこれからも若い人が選挙に行かないと、うん、まあ、もっと高齢者向けの政策が通りやすくなるんじゃないかというふうに、なるほど、はい、言われています。で例えばですね、あの私いろんなところでお笑いのネタをやらせていただくんですけども、うん、浅草とか寄席とか皆さん分かりますかね、落語家さんと一緒に出たりするんですけども、うん、ありますね、そういうところに行くと私は歴史のネタ持っていくようにするんですよ。歴史のネタ、はい、おじいちゃんおばあちゃん歴史が好きなので歴史のネタを持っていくんですけども、うんうんうん、でも学園祭に呼んでいただくこともあるんですけども、学園祭で歴史のネタは絶対やんないんですよ。なんか授業みたいで。なるほど。で、なんかそう若い人ちょっと嫌じゃないですか、うん、だからそこはお嬢様こうあるあるとか、あ、お嬢様、学校に寄せたネタをやっぱり受けたいじゃないですか。滑りたくないから、だからお客さんの顔を見て、あ、こっちのネタかな、こっちのネタかなっていうふうに考えてやるんですけども、それってお笑い芸人だけじゃないんですよ。政治家の方もそうやってるんですよね。政治家の人もネタをちゃんと考えて、そう、政策ですね、マニフェストというネタを、いや、投票する人おじいちゃんおばあちゃん多いから、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃん向けのものにしようかな、いや、若い人多いからとか、政治家がやってますよ。あ、そうなんですか。じゃあ高齢者の方がなんか喜びそうな政策をいっぱい言おうかなみたいな、はい、だからそのもちろんそうじゃない方も教育を変えたいんだって人もいますけども、教育政策する人ってその、まあ、落ちやすいとか結構言われたりとか、あと選挙コンサルタントみたいな人に、いや、もっと高齢者向けの政策を入れないと何やしたらダメですよみたいなことが実際言われてるって話は、まあ、聞いたことがあります、ね、はい、ということなので、まあ、こういうふうに高齢者の政治的影響が大きくなることを、うん、まあ、シルバー民主主義って皆さん聞いたことあるかもしれないですけども、シルバー民主主義ですけども、ないですね、本当ですか、はい、聞いたことないですね、はい、ここからはですね、あの選挙に行かないと本当に損するのか、で先ほどなんか損するみたいな感じで見えたかもしれないですけども、うん、あれって一人の学者さんが計算したりすぎないので、
もしかしたら日本が、私たち若者がめちゃくちゃグローバル社会で活躍して、うん、そしたら変わるかもしれないじゃないですか。なるほどね。ただの予測なので、私たちがいくらでも変えることができるので、うん、ということで、ここからは本当に損をするのかということをちょっとゲームを使ってやってみたいと思います。こちら、逆転投票シミュレーションゲーム、何これ今からやりたいと思います。ありがとうございます。あ、すごい、はい、じわじわとさざなりくらい拍手が起きました。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、ゲームはいいですね。はい、今からですね、ロールプレイングゲームをやろうと思うんですけども、ロールプレイングゲーム、はい、ちょっと私たち2人だと人数が足りないので、うん、そうですね、はい、5人でやるゲーム、あと4人の方に、はい、あと4人、はい、来ていただけると、ご協力いただけるかな、はい、やってもいい。あ、どうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、すでにあの前列の方々が、はい、すでにですね、あ、すでに聞いていた桜ですか、はいでも本当に今からやっていただきます。あ、じゃあちょっと舞台の方に座っていただいて。桜って言い方やめてくださいかわいそうじゃない。桜で勇気を持って何のゲームかも知らなかったのに、お願いしてたっていうことね、はい、あ、じゃあもっといいですよね、こっち真ん中来てもらっていいですか。あ、はい、来てもらってもいい。ちょっとでもかぶっちゃいますね。あ、そうか、じゃあそっちに行ってもらいます、はい、今からですね、カードにですねそれぞれ役割が書いてあるんですけども、うんうんうん、このカードの役割になりきっていただくってことを、はい、皆さんにはしていただきたいと思います。なるほど、配役があるんですね。はい、ので、やりたいと。森江さんもじゃあ一緒に5人で、私も、はい、はいはいはい、やっていただければと思います、はい、じゃ あ、マイクが全然届かない。ちょっと待って、すごいですね。ここの立ち位置でいいんですかなんて私言いましたけど、ちゃんと学生ってここバミってありましたね、ちゃんとね、ちゃんとやってあったんですね。すいません、失礼しました。はい、なんですか。何、いいんですか、見て、はい、今からですね、このカードに、じゃあ皆さんまず自分で見て何の役割かっていうのをちょっと確認していただければと思います。その役割をやっていただきたいと思います。はい、じゃあこちらから自己紹介をしていただいてもよろしいですか。 お名前はまず、はい、栗本と申します。はい、今日どちらからいらっしゃったんですか。は、妻横浜です。あ、横浜から、はい、地元から、ありがとうございます。はい、ちなみに何のカードを。18歳の女子高生です。はい、18歳の女子高生になりきっていただいて、はい、大丈夫ですか。はい、分かりました。じゃあ行きますよ。はい、ご趣味は何ですか。ピアノでございますお嬢様ですね。はい、お嬢様でした。ありがとうございますありがとうございます。栗本さん、よろしくお願いします。はい、じゃあまずお名前を。はい、藤田博士と申します。はい、藤田様、はい、ありがとうございます。今日どちらからいらっしゃったんですか。今日は東京から。おお、東京から、はい、ありがとうございます。何の役職ですか。24歳、会社員。おお、会社員、はい、ありがとうございます。じゃあこれになりきってくださいね。わかりました。はい、最近のじゃあお悩みとかまあ、上司からのいじりがはい、はい、ブラック企業の人、何でもね、やめた方がいいんじゃないですかありがとうございます。はい、ではお名前お願いします。三輪康介と申します。三輪です。三輪様、はい、よろしくお願いします。今日どちらからいらっしゃったか。京都から来ました。京都からすごい、いいな。このために。すごい、はい、ありがとうございます。じゃあ、役職を。45歳の主婦です。45歳の主婦ということで、ありがとうございます。じゃあそれになりきって、はい、じゃあ今日のお夕食何にしましょうか。はい、はい、そうですね、かぼちゃのスパゲッティ京都が流行ってるんですかねやっぱおしゃれですね、京都とありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではマイクを、はい、よろしいですか。はい、お名前を教えていただいても。はい、中井達也です。はい、中井様、ありがとうございます。今日どちらからいらっしゃったんですか。魅力のない名古屋から。名古屋、魅力あるじゃないですか。なんか、誰もないかなんか、あるじゃないですか。京都とか横浜とかで比べます。手羽先、はい、高知とか有名ですよね。それしかないかな。はい、ありがとうございます。今日何の役をやっていただけますか。はい、65歳の会社社長。お、会社の社長をやっていただきます。ありがとうございます。じゃあ社長になりきって、はい、は
はい、じゃあ最近のなんかこうストレスとかなんかあったりします？じゃあゴルフのスコア。ゴルフのスコア、はい、接待が大変なんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ森枝さんよろしくお願いします。はい、お願いします。森枝です。はい、はい、何の役職ですか？僕は、80歳のおばあちゃん。はい、おばあちゃん。ありがとうございます。はい、でおばあちゃんになりきって、ご趣味とか？趣味は、ぬかを書き回すことです。今時います？ぬかを書き回す、はい、ありがとうございます。では、はい、皆さん自分の役職になりきってやっていただきたいと思います。皆様にやっていただくことは、これからあるその議題について話し合っていただくってことをしていただきたいと思います。皆さんその世代の代表者だと思ってやってくださいということで、話し合っていただくテーマの方を、発表させていただきたいと思います。女性を入れなかったんだろうね、一人で。女性が多い。はい、こちらです。50歳以下選挙権を廃止という。はい、18歳選挙権はそもそも若い人にもっと政治に参加してもらおうということで導入された制度なんですけども、もう逆で若い人選挙行かないんだったらもう選挙権なくしちゃおうという超むちゃくちゃな、まあ、大胆なね、はい、随分世の中とは逆行してる政策ですけども、おーおー、はい、これをですね、50歳以下の方はもちろん反対していただいて、50歳以上の人はちょっと自分の考えとは違うかもしれないですけど賛成になっていただければと思います。はい、それを両方見えるようにですね、皆様にちょっと分かりやすいように掲げていただければと思います。はい、見えますかね。はい、そうですね、皆さんに見えるように、はい、ということでご自身の考えとは違うかもしれないですけども、お二人はですね、50歳以下選挙権を廃止に対して賛成というところ で、はいはい、でお三方はこのままだと選挙権なくなってしまうので反対という立場で、お話ししていただければと思います。今からですね、そうですね、じゃあ2分か 3分ぐらいですね、はい、お3分ぐらいでここで話し合えばいいですか？はい、話し合っていただきたいと思います、では皆さんルールの方はよろしいでしょうか？はい、はい、では参ります。大丈夫。50歳以下選挙権を廃止、では議論スタート。ここも賛成ですね、やっぱりね、はい、こっちの高齢者に都合のいい法律がいっぱい通りますから同賛成ですよ、やっぱり昭和のままの高齢者ですね、はい、だどうですか、このままだとなくなっちゃいますよ、いいですか？いやいや、そんなことしたらうちの息子はちょっと不利になっちゃうんで。おお、素敵なお母様、息子のために選挙権欲しいです、はい、自分のためじゃなくて息子のためっていうの主婦の鏡ですね、本当にありがとうございます。どう、はい、社長はどう近頃の若いもんがですね、全然勉強してない、いらないと思います。めちゃくちゃキャラを全うしてます。意外に本当に65歳じゃないですか。ありがとう。どうですか、なくなっちゃいますよ。いやそうだ、そんなことされたら納税をせずにもう逃げるって国外逃亡するんで。海外に行く、海外逃げちゃう。すごい現代人のね、少子高生とかどう思うんだろうな、はい、せっかく選挙権もらったのになくなっちゃうのか嫌ですよね、自分たちの意見通らなくなるし、はい、もっと選挙とか政治関心なくなっちゃいますよね、はい、そんなことやったらね。すごい大人見てるな大人見てるな、女子高生、はい、でもどうせね、選挙権あったって行かないじゃない、若い人はね、行かないって言われてますよ。だってその今持ってくると20代なんて3割ぐらいしか行かないじゃないですか。そうそうそう、罰って言うけど、はい、3人に1人しか選挙行ってないじゃないですか。いや、それは申し訳ないですね代表して代表して、もう行かせるようにするんで、周りの人、はい、行かせるようにする、いいですね、はい、ありがとうございます、どうですか、女子高生の方。まあけど、ね、言われても面倒くさいからね、選挙権は欲しいけど、選挙はなかなか関心持てないよね。あ、さては行かないな、欲しいけどいらないのはい、いらないということで、どうですか社長。宝の持ち腐れですね、行かないと。確かに選挙権があるんで行かないのは宝の持ち腐れだと。だったらもう廃止しちゃう方がいいじゃん、ね、本当に学生さんですかすごい、ありがとう。じゃあ主婦の方、はい、どうですか。息子思いのね、はい、
そうですね、もう40歳ぐらいは2人に1人ぐらいは行ってるんで、はい、まあ、うちはちょっと、ね、家庭が忙しいので行けない時もあるんですけど、はいはい、やっぱね、主婦だと、まあ、40歳は行ってるんで欲しいですね、はい、はい、ありがとうございます。そろそろお時間なので皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、いや、素晴らしかった。はい、ではちょっとカードの開示させていただきます。はい、はい、で皆様もう一度なかなかね、ルールも分からずご協力いただいたんですけども、もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな素晴らしい、はい、ね、ありがとうございます。ではお席の方、はい、お戻りください。ありがとうございました。はい、ということで今50歳以下選挙権を廃止ということで、はい、やっていただきましたが、みんないい意見言ってましたね。そうですね、はい、何よりなりきり方がすごい、意外にすごかったです。すごかったです、はい、いや、なかなか学校でもやるんですよ、こんなに盛り上がらないので、ね、はい、すごいですね、はい、50歳以下選挙権を廃止ということで、賛成の方が、まあ、50歳以上の方、反対の方が50歳以下の方で、はい、2対3に分かれました、はい、これ例えば1人100ポイントずつだとすると、うん、こういう風になります。まあそうね、はい、賛成が2人だったら200ポイント差、はい、反対が、はい、3人だったら300ポイント、はい、でまあこうすると100ポイント差で反対の方が勝ちですよね。あ、負けた、はい、うん、負けましたね、負けた、はい、朗報です。お、ここでですね、ポイントをちょっと変えたいと思います。18歳の女子高生10ポイント、ほう、24歳の会社員の方60ポイント、主婦の方90ポイント、会社社長90、うんうん、おばあちゃん40ポイントにしたいと思います。これ、私が適当にランダムでつけた数字じゃないんですよ。あることに基づいて作った数字なんですけど、これ何か分かりますかね。何？何だと思います？分かる人いるかな？はい、何だと思います？ IQ とか。IQ。IQ。ずいぶんおばあちゃん下がっちゃった。なんだ、はい、なんだと思いますか。はい、実はですね、これ世代別の、ま、人口比をポイントにしたんですね。18歳19歳の方はちょっと選挙権を持ってる方だけにしたんですけども、ちょっと大体240万人いるんですけど、ちょっと分かりやすくするためにちょっと200万人にしました。え、それしかいないんだ。そうですね、はい、まあ、2歳分なので、はい、ということで、200万人で10ポイントだとすると、大体こういう数字になります。なるほど、割合ってことね。ちょっと計算しやすいように、ちょっと、はい。あ、なるほど。はい、概数にさせていただきました。約分してるんですね。はい。18歳の年、そうするとこういうふうな、まあ、数字になるんですけども、これで計算し直すとどうなるか。はい。賛成が130ポイント。反対が160ポイントで、うん、30ポイント差になりまして、反対の方は、はい。まあまだ勝ってますよね。負けじゃん。はい。負けましたよ。朗報っていうから勝つかと思ったら。じゃあまだあります。あ、まだある。はい。実際全員投票しますか？いや、しないね、確かに。しないですよね。うんうん、ということで、まあ、大体の投票率なんで、まあ、これもちょっと概数で、はい、四捨五入で。まあ、こんな感じなんだ。はい。まあ、若い人はやっぱちょっと多かったんですかね。18歳選挙権が去年導入されたので、うん、もう各学校で授業とかたくさんやりましょうって、文科省から。10代ひどいな。そうなんですよ、私の世代は全然行ってないんですよね、はい、ということでこれから影響力の数字を出してみました。ほう、人口のポイント、例えば18歳19歳の方10ポイントありました。でも選挙に行く人が半分だから、なるほどなるほど、影響力は5ポイントですというような形で、60代が一番行ってますか ね、 そうね、90ポイントあって、70% なので63ポイントというふうな形で、やってみました。これで計算するとどうなるか。どうだ、はい、来たか、はい、賛成が63ポイント足す24ポイントで87ポイント、反対が5ポイント18ポイント45ポイントで68ポイント、なんと逆転、逆転しました。やったー、はい、これで負けてたらどうしようかと思った。逆転しました。おということで、なんか人数で言ったらね、だって3人の方が多いじゃないですか。そうだね、確かに、はい、でも人口比までは結果が変わらなかったですよね。だから私たちが選挙に行くか行かないかで本当に世の中が変わることが実際に起きてます。なんて
って、それが言いたかったんですか。なんてうまいんですか。はあ、確かにね。はい、じゃあ若い人とかが行くとあの割合が変わって、はい、だって私の世代18ポイントですけども、うん、全員行ったら60ポイントまで持っていけるんですよ。そうですよね、うん、だからもうそうですね、そしたらもう変わってるから。おお、なるほどね、はいはい、ということで、まあ、これは実際に起きてることで、同世代の人がみんな同じ意見なわけはないと思うんですけども、うんうん、でも選挙に行くか行かないかで若者の意見がこう全然反映されなくなってしまうので、 なのでぜひ選挙に行っていただきたいなと。それは行った方がいいと思いますね、はい、今見て、はい、まあ、なんか投票に行かないと本当に自分自身がまあ損をしちゃうかもしれない、うん、ということをぜひあの感じていただきたいなと思います。ということで、あのこれやってちょっと若い人がっかりすると思うんですよ。5ポイントしかなかったって。もちろん世代的に2歳分しかないから仕方ないんですけども、まあね、じゃあ私たちの世代は影響力がないのか、うん、どうせじゃあ若者なんか世界動かせないのか、うん、はい、ちょっとこれあまりにも悲しいずいぶん自虐的だな思うので、ここからはですねちょっと選挙とは話がそれるんですけども、10代で世界を動かした人っていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。重大ニュースということで、はい、まずですねこちらの方、ドラえもんの作者どなたかご存知ですか。藤子、はい、そうですね、先生、はい、藤子 F 不二雄さん、はい、はい、なんとちょっと調べたんですけども17歳で漫画家デビューしてるんです。でデビューのきっかけをちょっと調べてみたところ、なんと新聞社に自分から手紙を出したそうなんです。でその時のこれなんか本部さんって例なんですか。これ後ろ私ですあ、手紙なのかな、はい、はい、で、どういうあの手紙を出したか残ってました。僕たちは富山の高校生です。あ、そうか、2人だからね、はい、手塚治虫先生の大ファンで、まーちゃんの日記帳からの愛読者です、今手塚先生の連載漫画が載っていないので代わりに僕たちの漫画を連載してください。大きく出ました。はい、これを送ったところ、すごいな、なんとですね1ヶ月後デビューが、連載が始まったんです。すごい、はい、すごいですよね。言ってみるもんだ。はい、ということで、まあ、藤子不二雄はこうやって自分を切り開いたんですけども、続いての方はこちらです。総資産が9兆円で世界で一番のお金持ち、はい、分かりますかね。誰だ世界の金持ち、はい、誰だと思いますか。金持ちあの人でしょ、 iPhone 作った人じゃないの。あ、はい、そうですね、はい、びっくりしました。はい、ビル・ゲイツということで、ビル・ゲイツは、はい、なんと18歳でマイクロソフトを、はい、作ってますね、はい、そうなんです。18歳でマイクロソフトを作ってるんですけども、ビル・ゲイツ の、 あの高校時代ですね、はい、ちょっとどんな高校生だったんだろうと思って調べてみました。はい、なんとですね、なんか女子に囲まれて授業を受けたいというふうに思いまして、はい、ちょっと曲なんかすごい、まあ、思春期の男の子だなっていう感じですけども。そういう感じなんですね、はい、で、まあこれは普通の男の子だったら思うと思うんですけども、なんとプログラムを改ざんして自分が女子のクラスにたくさん当たるようにしたんです。ダメじゃないですか。それそんな私利私欲のために。はい、そう、めっちゃ気持ち悪いなと思っちゃったんですけども、ビル・ゲイツ気持ち悪いなと思ったんですけども、はい、実際そういうことを、はい、しました。はい、ということをやったんですけども、だからこれすごいなと思って、まあ、ちょっと法律に触れてると触れてないのか触れてるのか私は分かんないです。なんかいけなそうですよね改ざんってなんかやった。普通の男の子でも、そっからこうパソコンを触る、そのことによって触れて、そこからコンピューターの会社を作って、コンピューターを作ったことでそれが世界に普及して、すごい世界が変わりましたよね。だからこれめちゃくちゃすごいことだなと、なるほど、ね、はい、思いまして、ご紹介させていただきました。はい、ごめんなさい、さっきスティーブ・ジョブズでしたね。あ、それスティーブ・ジョブズ、はい、何も知らないんで、はい、続いての方はこちらです。はい、ある方の言葉なんですけど、誰の言葉かちょっと考えていただきたいと。私には2つの選択肢がありました。1つは声を上げず殺されるのを待つこと、もう1つは声を上げて殺されることです。
私は後者を選びました。私は声を上げようと決めました、ということで。誰、はい、誰の言葉か分かりますかね。誰だ、はい、これですね、マララさんですね。マララ・ユスフザイさんなんですけども、マララさんは17歳でノーベル平和賞を取られています。ということで、マララさんどういう人だったかちょっとご紹介したいと思います。女性に教育は禁止というような、そういう運動がありまして、それにマララさんは反対したんですよね。いや、すごいな。で、反対したところ命を狙われてしまって、撃たれてしまって、もう本当に瀕死の状態に死にかけてるっていうような状況だったんですけども、奇跡的に回復して、それでも女性に教育は必要だってことを、訴えました。はい、もしよろしければその1分ぐらいですね、マララさんのその時の動画を、ああるんですか、はい、見たいと思います。訴えてる動画、はい、国連でのスピーチですね。強いスピーチですよね。すごいわ、はい、ということで、今までですね、自分の思いを社会で実現する方法ということで、まあ、いろんな方の3人見てきましたけども、はい、やっぱマララさんみたいな力強いスピーチなかなかできないですし、そもそも私たちは、まあ、恵まれてることにそういう環境に置かれてないじゃないですか。そうですね。でも、もしかしたら新聞社に手紙を出すことだったら今日からでも明日からでもこうできるかもしれないですし、こういろいろ変える方法は、社会を変える方法っていっぱいあると思うんですけども、うん、一番確実に力強い方法、そして平等に私たちに与えられているものは何かって、これやっぱ選挙、投票しに行くことなんですね。はい、ということなので、ぜひ皆さんには選挙に行っていただきたいなと、はい、思いまして、そうですね、させていただいております。なるほどね、はい、もしよろしければですね、今日の内容ですね、政治の絵本という本になってますので、はい、プラスですね、具体的な事例とかも入ってるので、うん、もし今日ご興味持っていただいた方は、うん、はい、読んでいただければと思います。ぜひぜひ、はい、全ページ、うん、イラスト付きで、はい、やっておりますので、さっきのプリンですかね、はい、もしよろしければ、うん、はい、見ていただければと。堀江さんの帯に書いてある、はい、そうなんです。ということで、私の会社で笑える政治教育を全国の学校へということで、この授業を全国の学校でやらせていただいております。うん、普段は学校でやらせていただいてるんですけど、なかなかこういう場所でやらせていただく機会はなかったので、本当に貴重な経験となりました。こんなにたくさんね、はい、でここにいらっしゃる方は本当に全国いろんな方からも多分そのすごい意識を高く持ってきてくださっていると思うので、ぜひ私の活動を応援していただけたらなと、全国の学校を回っておりますので、もしよろしければ皆さんの各地の学校にも行きますので、よろしくお願いします。先生とかに行っていただいても大丈夫ですし、 PTA からお声掛けていただいていくこともありますので、はい、言えばね、はい、お願いします。はい、というわけで皆様、はい、あっという間の、あっという間でしたね、はい、今日楽しかったです。はい、こんなに皆さんからすごい熱心に聞いてくださって、ね、参加もしてくれた、はい、すごい楽しかったです。というわけで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。高松さん、ありがとうございました。投票を放棄することでとんでもない政策が通ってしまったり、逆に若者が強い信念を持てば政治に影響を与えることができるということは非常に勉強になりました。高松さん、森枝さん、どうもありがとうございました。ここで我々 JC と学生団体との連携に関して
多大なるご協力をいただいていますユースクリエイトの原田健介氏をお迎えしたいと思います。原田氏は大学生時代に投票率向上に向けた啓発団体である学生団体アイボートを設立し、若者を対象とした様々なイベントを開催されてきました。大学を卒業しアイボートを引退後、ユースクリエイトを結成し、若者の政治社会参画の推進に向けて活動を進められています。また岡山大学の非常勤講師でもあり、文科省が推薦する副教材の執筆委員も務められています。それでは原田さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました NPO 法人ユースクリエイトの原田と言います。高松さんの素晴らしいショーの後にね、何を話せばいいのかっていうところちょっと悩んでたりしたんですが、僕に与えられた時間は10分いただいてます。なので僕ここに立った瞬間にこのタイムキーパーの方が残り10分です、まあ、分かってますというそんな感じでの、スタートなんですけども、やらせていただきます。ご紹介いただきましたようにユースクリエイトというですね、 NPO 法人の代表をさせていただいていて、若い人と政治の距離をつなぐんだということでいろんな企画をやってきてますし、青年会議所の皆さん、日本青年会議所の皆さんもそうだし、全国の青年会議所の皆さんともご一緒させていただいております。最近はですね、川内さんと同じくですね、中学高校に授業に行く時も多いんですよ。大学生の人と話すことはあんまりないのかなと思うんですが、で冒頭岡村さんはですね、政治ってどう聞いたら汚いとかね、お金の話だみたいなことをよく言われるって言ってたんですけど、あれ多分岡村さん甘いんですよね。もっと今大変なことになってるんですよ、中学校行くと。この前も中学校行って政治のイメージどうよって聞いたんですよね、中学生に。なんて言ったと思うんですか。もうみんな嬉しそうにですね、このハゲこのハゲって言うわけですよね。わかるかなこのニュース。聞いたことあるでしょ、大学生皆さんも。あんまりちょっといいニュースじゃないんですけども、政治どうって聞いて、このハゲ、いやいや、他にあるでしょ、ハゲって、なんかこっちがハゲみたいな気になっちゃったんですけども、そんなスタートで政治っていうのは、やっぱりまあ、大人もそうだろうし、中学生、高校生も、そんなにめちゃめちゃポジティブなイメージであるわけでもないし、そこにめっちゃ関わろうっていうことでスタートしてるわけでもないと思います。でもまあ、高松さんの今の授業を聞いてもそうだし、僕もちょっと話をさせていただくんですが、やっぱり政治ってすごく大事だし、そこに僕ら一人一人が関われるんだということをですね、いろんな形で伝えたいなと思っています。もう一枚伝えていってください。で、僕たちがやってるのは若い人と政治をつなぐんだということで、いろんな活動をやってるんですが、こんな企画をさせていただいている理由の一つとしても、選挙権が18歳以上に引き下がったと。去年初めて10代の人が選挙に行ったのが日本で起こった変化だと。で、実はですね、僕その去年のもう1年前、2015年にですね、国会に呼ばれたんですよ。悪いことじゃなくて、悪いことじゃなくて、真っ当な方で呼ばれたんですが、国会でですね、参考人という制度があって、いろんな法律を決めているときに、外部の人を呼んで、国会議員といろいろやり取りをしてくれ、国会の中で話をしてくれという制度があります。で、僕はそこに2015年に呼ばれたときに、国会議員の皆さんに伝えたのは、若者よ投票に行け、なんて言ったらダメですよねっていうことは言いました。あるいは若い人、ちゃんと政治に興味持ちなさい、そんなこと言ったらダメですよねっていうことは言いました。なんかね、おかしいんですよ。20代が投票に行かないとか、30代が投票に行かない、あるいは大学生が投票に行かないっていうことの責任を20代とか大学生に押し付けようとしてるって変じゃないですか。だって僕ら多分ですね、僕もそうだし、20代の皆さんもそうだし、なんか今まで暮らしてきた環境とか、家庭とか、教育とか、周りの大人とか、あるいは政治とかでまさに行われている、そういうことの影響を受けてきて、僕たちの今があるので、じゃあ20代の人は投票に行かないとしたときに、誰に責任があるかといった政治家のあなたたちじゃないですか。あるいは今の政治を作ってきた僕たち大人じゃないですか。なので、18歳になったからといって、政治投票に行きなさい、投票に行くべきだ、そんなことを僕たちは伝えるんじゃない。
その気持ちはもっときつつも、僕たちが大人が政治家が伝えなきゃいけないのは、若い世代の力も借りながら今後社会を作っていきたいんだということを、いかに上から目線でなくて一緒にやろうよというやり方で伝えていくかということが必要なんじゃないかなということを伝えたりもしました。で、次のスライドなんですけど、すいません、次行っていただいて、あ、そうですね。で、僕がまあ一言政治って何だって聞かれた時に、僕は明確に答えるのは、政治は社会を維持していく動きで、その主役はあなた、まあ、僕も主役だし、皆さん一人一人も主役だし、18歳以上の選挙権を持っている人も主役だし、17歳、16歳まだ選挙権持ってない人も街の中、社会の中、地域の中の主役なんだみたいな話をしております。もう一個言ってください。でですね、あの高橋さんも民主主義の話っていろいろされてたと思うんですけどもですね、僕もちょっと僕なりのですね、民主主義あるいはこう日本の社会で僕たち一人一人が主役であるってどういうことなんだろうってことをちょっと考えてみたいかなと思います。もう一枚いけますか。あ、もう一枚いってください。じゃあちょっとですね、皆さんとまたこれ考えてみたいかなと思うんですけど、これ後ろの人見えますか。もし大丈夫ですかね。なんかね、高橋さんさっきプリンの話してて、あ、やっぱ家族の話になるんだなと思ったんですけども、ちょっと違う家族のシチュエーション。家族でご飯を食いに行くことになりました。弟がいて、弟がハンバーグを食べに行きたい。で、お父さんが中華料理ね、おばあちゃんが寿司を食べに行きたいと言いました。この家族はどこに、そして何を食べに行くでしょうっていう、まあまあ、なんだろうね、お盆とか正月とかにあるのかな、なんかみんなが集まってどこに食いに行くか迷うよみたいな。ちょっと、あんまり時間もないですけど、ちょっと聞いてみてもいいですか。このシチュエーションになった時に、皆さんならどこに何を食べる、そんなことを聞いてみたいかなと思うんですが、手挙げてもらってもいいですか。あれ、悩んでます。いけますかね。ありがとうございます。じゃあ最初三択でいきますか。ハンバーグだったんですか。ハンバーグ、なぜハンバーグですか。ハンバーグが食べたいっていう、僕が食べたいね。新パターンこれ。僕がね、弟がじゃなくて僕も食べたいからハンバーグだと。そしたらハンバーグ2票で強そうだもんね。ありがとうございます。新しいな。中華料理。中華料理、じゃあちょっと声出せます。なぜ、あ、すいません、マイクありがとうございます。おそらくお金を出すのがお父さんだから中華料理、はい、まあ、力を持ってるね、お父さんが、いるんだから、それお父さんの、まあ、お金があるから中華料理と。それもあるでしょう。寿司。そこの青いポロシャツの方とか言ってもらっていいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。一番年上のおばあちゃん、残り少ない時間を美味しいものを食べてそうですね、はい、残り少ない可能性が高いですよね。で、まあ年上だから羨まって寿司だと。それももちろんあると思います。他ありますか。他、この3択以外、こんな食べ方あるか。ありがとうございます。ぜひ、じゃあ、全員の意見を折衷してバイキングに。全員の意見を折衷してバイキングに。はい、ありがとうございます。まあ、バイキングじゃあね、全員満足だしいいよねっていうことかな。同じような考えの人だ、バイキングとかフードコートとかそういうところに行くんじゃないかみたいな人とかいらっしゃいましたか。はい、ありがとうございます。他、あと1人ぐらいとか、他もし言えばあと1人ぐらい、こんな答えあるんじゃないか。なんでお食べに行かない。もう連携分かれたんだから、もうみんな我慢しようよ、明日の朝まで待てよ。まあまあ、それも喧嘩になるぐらいならそれでいいんじゃないかなということもあるかなと思ってます。で、もう一枚スライド行っていただいて、まあ、川さんもおっしゃっていただいたように、家族の中で何か決めるっていうのと政治の中で何か決めるっていうのはかなり近い部分があります。ちょっと全部は今日話せないんですが、例えば今すごく良かったのは、一番最初の方はね、俺が食いたいんだって言ったんですよ。でもあれ設定だと俺ってなかったんですよね。でも意見を言ってなかったから届いてなかったかもしれないけど、俺が食べたいんだということによって声として力になるわけですよ。で、選挙も一緒で、選挙の時にこういうふうに行かなきゃそれは力として意味を持たないから、動けば変わるかもしれない。あるいはもう一人だけ拾ったおばあちゃん、
だと。でそれはおばあちゃんに対して他の世代の人が考慮したわけですね。自分のことじゃなくて他の人のことも考えて何かを判断する。もしかしたら皆さんの中で年配だけど弟、若い方の弟の方に配慮した方がいいんじゃないかと言って弟のハンバーグということを考えていただいた方もいると思います。で政治もですね、こういうことも結構あります。自分がこれをやりたいからこうだ、自分の世代がこうだからこう、それだけじゃなくて、いや自分はこうだけど他の世代のために何かやろう、自分はもう教育終わってるけど教育を受ける次の世代のために何かを考えよう、そういうことだって、いろんなことがあるんだということをちょっとお伝えできればなと思いました。次行ってください。なのでぜひぜひ多数決みたいな選挙とかね、あるいは議会の中で何か決める多数決みたいなタイミングもあるし、そうじゃなくて町の中とか国全体みたいな時に自分以外の人の考えどうだ、自分以外の立場の人のことどうだろう、そんなことも意見を言えば自分の声として政治の議論の場に乗っかるんじゃないかなと思っています。もう一枚やってください。あともう一つだけ、もう時間も来るんですけども、ぜひちょっと今日全国からせっかくお越しいただいているので、考えていただきたいなと思うのが、政治って国会だけでやってるわけじゃないかなっていうのをちょっとイメージしていただきたくて、いろんなとこから来てくださっていれば当然皆さんの町の政治があるわけだし、まあ、市長の名前なんて知らねえよっていうことかもしれないけど、皆さんの町に市長がいるわけだし、例えばさっきあの高松さんのスライドの中で、ドラえもんの藤子 F 不二雄さんの話で富山っていう単語が出てまして、これパッと調べたんですけども、富山市だけでもですね、富山市だけでも年間3000億円のお金が使える。ここ横浜市になったら横浜市だけで年間3兆円のお金が使えるんですよ。で当然それぞれいろんなお金の使い方をしているし、いろんな町づくりになっている。なので、国のことって言われると急にすごく遠くて難しいかもしれない。そんな人がいらっしゃったら、じゃあ自分たちの町どうなんだ、あれ自分の通ってた小学校が最近なくなるらしいよ、小学校の跡地どうなるんだろうとか、あれ自分たちのよく使ってる駅の周りがどん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 変わってきたよ、駅の周りどういうふうに変わっていくんだろうかとか、そんなですね身近な視点もぜひ持っていただきたいかなと思っております。まあそんな感じでですね、短い時間で、恐縮ではあったんですけども、ぜひですね皆さん自身が主役の一人で、でも気をつけなきゃいけないのがあなたが主役ということは当然あなたの隣の人も主役なので、自分がこれやるんだだけじゃなくていろんな人が社会の中にいてっていうことは意識していただければなと思ってるし、でもそんな中であれですよ、政治のことを24時間365日考えていきましょうなんてことは絶対僕は言わないし、僕もそんなに考えてないです。皆さんが住んでる社会があって街があって、それを良くするための動きの一つとして政治があったり、あるいは選挙というタイミングがあるので、なんかですね頭の片隅に政治とか選挙とかそんなことをですねちょっと置いていただいて、少しずつ社会のこととかに参加をしていくと、そんなことが、作れればなと思っています。またあのどこかで皆さんと一緒に何かやれても嬉しいかなと思いますし、また何か、こんなことどうだみたいなことがあれば、ぜひ一緒に考えていきたいかなと思っております。そんなところでもう時間が押しておりますので、僕の話ということで終わらせていただきました。お付き合いいただいてありがとうございました。原田さん、どうもありがとうございました。短い時間にもかかわらず、大変わかりやすい身近な例をとってお話しいただきましてありがとうございました。それでは先ほどコーディネーターを務めていただきました高松さん、そして党委員会の委員長岡村時久君に再び登壇をいただきます。高松さん、委員長よろしくお願いいたします。さて、ここからはですね、先ほど前半に設定をいただいたクリカというものを使わせていただいて、事前に学生の方からこんなことを聞いてみたいという質問を預かっておりますので、時間の許す限り、皆様にその質問をさせていただきたいと思っています。クリカのログインに関しては、入り口でお渡しした資料に、QR コードが載っていますので、そちらの方をスマートフォン、タブレットで読み取っていただいて、ご覧の画面から入っていただければと思います。
先ほど前半にも練習をしたので多くの方がもうすでにログインしていただいていると思いますので早速、次の方に行きたいと思います。まず、学生の方から一つ目の質問をいただいています。おお、すごい。これちょっとまだ、新しい質問に今から行きますけれども、京都ビエルガの宮君からの質問です。ネット投票は社会にとってプラスでしょうかマイナスでしょうかという質問ですので会場の皆さんぜひご回答ください。約2分間で締め切らせていただきますので回答の方よろしくお願いいたします。4と5は何なんですか。4と5は設定してないんでちょっと間違いですよね。ああ、そう。ちなみに委員長はこの質問はどう思いますか。はい、ありがとうございます。ちょっと悩む質問ですね。悩むんですか。意外ですね。ただ私は、マイナスになると思います。投票数が増える、まあそれはプラスになるかもしれないですけど、マイナスになる要因としてはサイバーテロですとか、まあ、そういった部分でより過大なお金がかかってきて、まあ、世の中でいうと浸透していかないんじゃないかなと、そういうふうに思います。そのお金をかけてやった割には浸透しないからリスクの方があるってことですか。はい、世界でもこのネット投票がある例っていうのは、はい、今現在でいうとない状況だと思います、はい。まあ、これの背景にはいろいろあると思いますけども、はい、やっぱりできない事情っていうのは各国やっぱりサイバーテロですとかいろんな問題があるんじゃないかなというふうに思います。はい、なるほど。それでは間もなく2分が経ちますので、まああとまだの方急いでください。まあ、間もなくですからまだあと少しありますので、まだ回答を決めかねている方はぜひ回答をしてください。まだ回答動けますんで、はい、今のお話を聞いてちょっと自分の気持ちが変わった方は動かしていただいても結構です。あ、それもいいんです。私プラスになると思う。少しずつ、まあ、変化、心の変化が見られますけども、さあ、そういうことで間もなく、締め切らせていただきます。はい、それでは、締め切らせていただきます。結果としましてネット投票は社会にとってプラスになると思う方が77名、おお、マイナスになると思う方が16名、まだちょっとどちらになるかわからないという方が24名、はい、それ以外の意見が2名ということになりました。はい、それではちょっと質問をいただいた宮君の方に、ご意見をちょっと聞いてみたいと思います。宮君、この結果を見ていかがでしょうか。はい、なんか今実際に今の若い世代が20代がどうやったら投票行くかっていう時に、今投票行ってない 66%、 3分の2ぐらいの中の半分ぐらいはネット投票が実現されたら投票行くっていうのいうようなことを言っていて、じゃあ実際になんか自民党の草案にも上がっていて、2019年ぐらいにはネット投票が導入されるんじゃないかとか言われてる今で、現状ネット投票が導入されたらそれは社会にとっていいのか悪いのかで、僕は社会は前進するとは思うんですけど、今の状態だとマイナスになるんじゃないかなと思ってるんですね。それはいわゆるリテラシー力っていうのが足りてないっていう現状があるからではないかなというふうに思ってるので、投票の量とともに質というのも高めていく活動していく必要があるなというふうに思ってます。以上です。宮君ありがとうございました。玉川さんいかがですか。結果私はまあでもプラスになります、なると思いますね。個人的にはおっしゃる意味もわかるんですけども、そしたらいくらまでいつまで経っても社会が変わらないんじゃないかなと思うんですよね。そのじゃあ日本がや世界でやってる事例がないんだったら日本が初めてになればいいと思いますし、でも難しい面もたくさんあると思うんですけども、ただネット投票ができないって逆差別だと思うんですよ。若者に選挙行かしにくくなる、そういう要因でもないかなと思いまして、で大学生の周りの友達見ても住民票を移してないから選挙行けない、まあ、本当は行けるんですけども、その手続きが難しすぎるから行けないとか、やっぱり外国の人と外国に住んでる方とかはすごいその行ける制度はあるけど行きづらいとか、そういうものがあるので、やっぱりその突破口になるんじゃないかなと思いつつ、でも確かにおっしゃられるように懸念点としてはいっぱいあるので、例えばその秘密投票はどこまで守られるのかとか、じゃあここに入れてよってプレッシャーをかけられた、今までだったらそのバ
レずにこう誰に投票したのかバレなかったけど、それをちょっと俺が今いるから目の前でやれよみたいなことにこうね、その結局投票所に行ってネットで投票するなんてバカバカしいじゃないですか。ネットの意味がないし、だからそういう制度的にどうやって整理していくかってところは難しいと思いますけども、ただ社会の絶対プラスになるからその障壁をなくしていくように努力するっていう姿勢が私はすごい大事じゃないかなと思います。そうですね、まあ、あの勘弁性とセキュリティの両立できれば、はい、まあ、そうですね、はい、じゃあ、 あの次の質問の方に行かせていただきたいと思います。次はですね、愛知県からお越しのドット JP の佐藤さんからの質問なんですけれども、政治に無関心であるっていうことは悪いことなのかデメリットがあると思いますか。誰にとってですか。自分にとってですかね。ああ、なるほど、ということでこちらについても早速ご回答いただければと思います。はい、まあ、高橋さんも今誰にとってっておっしゃいましたけど、はい、そうですね、それによってもデメリットかメリットかっていうのは変わりますよね。個人か社会にとってで変わりそうですよ。自分自身にとってってことですよね。そうですね、一旦この質問は自分自身ということで、はいはい、委員長はいかがですか。はい、ありがとうございます。さっきあの高松さんからも、はい、この政治に、まあ、選挙に興味がない人に関して生涯でいうと損するって、そんな話もありましたけども、はい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 、そういう人が一人一人増えてくると、まあ、政治家は自由に何でもできてしまう。例えば既得権益を盾にして悪いことをする、まあ、悪者の政治家を、悪いって言うんであれば、そういう政治家を作らないために一人でも多く政治に参加するべきだから、これに関してはデメリットがあると思います。うん、皆さん回答いただけてますでしょうか。まだあの回答締め切りまで1分ぐらいありますので、まだ決めかねてる方、発言も書けるんですか。発言はね、あの書けるんですけど、ちょっと映すとリスキーなんで今は、あ、そうなんですちゃんと控えさせていただきます。わかりました、はい、すいません変なこと言って、後であのご覧になっていただけると思いますので、はい、まあ、逆にあのデメリットがないという方の意見も聞いてみたい。そんなリスキーって私の悪口とか書かれてるんですかね。いや、温かいコメントが多かったですね。温かいコメントということで、もっと可愛いモデルにしろとかなんなかったですか。大丈夫ですか。大丈夫です。それ言うと多分増えますよね。そうですね。さあ、間もなく回答締め切り時間がやってまいります。投票していただきましたでしょうか。それでは回答を締め切らせていただきます。はい、政治に無関心であることでデメリットがあると思いますかと答え、質問に対してですね、あると思うという方が83名、ないと思う方が18名、どちらでもない方が12名、その他は8名という状況になりました。はい、ではあのここで質問いただいた、ドット JP の佐藤さんに、マイクの方をお願いいたします。はい、ドット JP の佐藤あかりと言います。どうですか、この結果をご覧になって。あのやっぱりなっていう印象で、今回ここにいらっしゃる方は政治とか興味のある方が多いと思うんで、デメリットがあるって、はい、私も思うんですけど、でも他の全体にとったらもっと軽いんじゃないかなと思ってて、今回若者政治の無関心とかいう話が多かったんですけど、なんで無関心かって言ったら、私はその投票しなくてもどうにかなるんじゃないかとか関係ないんじゃないかと思うからかなと思ってて、でもこうデメリットを知ることで投票した方がいいかなとか政治に関心持ってもらえると思うので、そういったことが大事なのかなって思います。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございます。玉さんはいかがですか。いや、私はあると思うからこそこの活動をやっぱしてるっていうのは、まあ、先ほど損するっていうような話もしましたけども、あの私がびっくりしたのは、その大学生になって政治のことを勉強するためにいろんなそのところに顔を出してたんですけども、ある政治家の方のパーティー行った時に、もうめちゃくちゃ大規模なこうパーティーだったんですけども、まず同世代の人は誰もいなかった。もちろん会費とかもすごい高かったんで同世代の人がいない。で横にいるおばあちゃんと話したんですけど、何やってるんですかって言ったら、いや私看護師をやっててねって言って、そのやっぱり、いやなんでこういうとこ来てるんですか、看護師だと関係ないじゃないですかって聞いたら、やっぱりその看護師の働く環境を良くするために、看護師の中でこの人に代表して政治家になってもらうっていうことを私たちはやってるのよみたいな話を聞いたんですけども、なんかそれがすごいこう
まあ、今考えると当たり前だなと思うんですけど、じゃあ私お笑い芸人やってますけども、お笑い芸人でそういうことやってる人いるか、じゃあお笑い芸人のこう環境を、働く環境を良くするために、こう笑い芸人が束になって代表者を政治家として送り込んでっていうこと絶対やってないんですよね。やっぱりその広く国民のためを思って政治家の人にはこう公平にいろいろ決めてもらいたいっていう風な思いとか、そうあるべきっていう合意は取れていたとしても、実際やっぱそうじゃなくて、やっぱりそのこの人は票をどのくらい持ってるんじゃないかっていう予測がこう政治家の人の方にもあったりとか、やっぱり利権みたいなものが生まれやすくなると思うので、やっぱ自分にとって関係がある行かない、そういうなんか学校の教育現場と、学校ではその言いづらいんですけども、やっぱそういう汚いものもあるっていうことをやっぱ認識した上で政治と向き合っていくってことが大事じゃないかなとは私は、はい、思いますね。ありがとうございます。あの高本さんがおっしゃられた通りです。我々も、まあ、無関心な、少しでも政治に関心を持っていただきたいと進めてまいりました。本日も高本さんに来ていただきまして、はい、政策リテラシー育成セミナーを開催させていただきましたが、委員長、あの本日の感想はいかがでしょうか。はい、まあ率直に申すと、やっぱり政治のこの政治参加教育の難しさ、はい、これを改めて、感じました。まあ、あの高松さん、はい、今日は有意義な、素晴らしいお話をいただいている一方、また原田さんは違う観点からいろんなお話をいただきました。何が正しいのかってなかなかこれを行って実体験でずっと積み重ねていかなきゃ難しいところではありますけども、はい、まあこの一番は18歳選挙権になったから、じゃあ若者投票に来なよ、若者政治参加しなよではなくて、私は30代40代、特にまあ30代世代、これしっかり一緒にですね取り組んでいって、我々の意識も高めていく必要があるんじゃないかなと今日改めて実感したのが感想です。ありがとうございます。本日は学生の方にも先ほど何人か登壇いただきましたけれども、まあ、その登壇いただいたことも含めてご感想を聞いてみたいと思います。まずは全国学生連携機構の藤田さん、本日参加いただいて感想の方を聞かせていただけますか。はい、全国学生連携機構藤田と申します。ちょうどクリカを見てたら時間を過ぎてるぞというコメントがあったので手短に申し訳ないさせていただけたらと思うんですけれど、はい、今回普段は政治参加教育ですねを真正面からやってるわけではないんで新鮮な体験だったんですけれども、やはりそのなんていうんですかね、その、まあ、先ほど原田健介さんもおっしゃっていた通りで政治っていうものが、まあ、離れてるものじゃなくてその自分の身近なことに直結しているんだっていう、そういう感覚を、まあ、いかに持たせられるかっていうのが大事だと思っているので、まあ、そういった取り組みを、まあ、10代20代はまだまだ難しいかもしれないですけど3、40代も含めてそういう機会が増えていっていると思うので、そういった場を作っていけたらなと思いました。ありがとうございました。藤田君ありがとうございます。それでは隣にいる全国高校生徒会栗本君から、感想を聞かせていただきたいと思います。ありがとうございました。ですね、なかなか新鮮な機会ということで高松さんにもお会いできて光栄でございます。ありがとうございます。クリーカーを使うとこういう形式でやるというのはなかなか僕も新鮮な経験でございまして、実際この画面で結果がすぐ分かる、これなかなか面白いな、私も2回活かせればなというふうに思っております。ありがとうございました。以上です。栗本君ありがとうございます。それでは高松さんに最後にちょっと感想をいただいていただきたいと思います。はい、私今日ですねこの機会をいただいて非常に光栄に思ってるんですけども、まずびっくりしたのがこんなに人がたくさんいらっしゃるってことにすごく驚きました。私がお笑いのライブをやってもこうお客さんが会場が埋まるのに、政治のイベントをやって全然こう会場が埋まらなかったってことを何回か経験して、それはで私はちょっと諦めたんですね。高校生とか若い人に政治を届けるには自分から行った方が早いと思って、それで実は私は学校に出張授業に行くっていう形を取ったので、これだけその政策のリテラシーを上げようとか若者の政治さんが考えるって人がこんなにいらっしゃってすごく嬉しいなと感じています。あと私はまだ活動始めて2年目でまだ始めたばっかりなんですけども、本気で若者の投票率上げようとか
主権者教育いいものをやろうと思っている人って個人ではいっぱいいるんですけども、組織になると正直なかなかいないんですね。政治家の人だって投票率上がって社会が良くなると思っている人がいる反面、自分の得票数を上げなきゃいけないって思ってる人も正直いますし、企業とじゃあ組もうとしたら企業は政治的な色をつけたくない、実は投票率を上げるってことも政治的に色があるっていう人さえ実はいるんですね。組織票を持ってるような政党の場合は、自分の党員を増やさなきゃいけないから、それを嫌がる人も正直いるんですね。私はできる限り中立に伝えよう、その若者政治参加を促そうというふうにしてるんですけども、それさえ色があって組めないって言われるこの現状が実際にあるので、だから、若者政治参加とか主権者教育っていうのは個人の方の支援っていうのがめちゃくちゃ大事です。で、私初めてびっくりしたの、同じような団体いっぱいあるのかなと思ったら全然なかったです。原田さんのとこ一番あの歴史も長くすごいあの全国的に活動されてると思うんですけども、本当にいい人のこう思いがあるからできてるだけで、いつなくなってもおかしくないと思います。こういう NPO さんとか学生団体とかもっていうようなところで皆さん頑張ってるので、本当にあの草の根で広がっていくしかないなと私は感じてるので、私も芸能人の方とか巻き込んでどん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 この市場を大きくしていきたいと思いますので、皆様のお力をあのお借りできればなと、はい、そしてあのこんなにたくさんの人が集まってくださって嬉しく思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、これからの参加をご登壇いただきます。皆様盛大な拍手をお送りください。それでは最後に委員長の岡村より皆様にメッセージをお伝えいたします。本日は長時間、お残りをいただきまして誠にありがとうございます。私たちの各取り組みを会場の皆様に再度行っていただけるよう制作キットをご用意させていただきました。このキットは制作リテラシーを高めた若者を育成することを目的としております。若者から若者へ主権者意識が広がり、良循環が全国的に生み出されていくことを目的としております。このキットは対象者の方なら誰でもすぐにお使いいただけるものになっております。参加者の皆様、そしてこのキットを使った皆様には、このキットを活用して日本を1ミリでも前に動かしていただきたいと、そのように思います。そしてそれができるのは今しかありません。今しかできないことがある、自分にしかできないことがある、だから今自分がやる、という一期一会の覚悟を持って日本を1ミリでも動かそうではありませんか。政治参画意識を高め、若者のリテラシー力向上、これを目指し日本を変えるのは俺たちだ。本日はありがとうございました。これをもちまして政策リテラシー育成セミナーを閉会いたします。長時間ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。来年のサマーコレンスカンファレンスでも皆様とお会いできることを楽しみにしております。 See you next year. バイバイ。皆様、先ほどお願いさせていただきましたアンケートについてご協力の方は何卒よろしくお願いいたします。アンケート非常に時間かかりませんので、ぜひ先ほどお配りさせていただいたアンケートサイトに接続していただいてお答えいただけるようにお願いいたします。皆様、アンケートへのご協力何卒よろしくお願いいたします。
本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。